村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー大橋ロコです。こんにちは。村上直樹さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。5月1日月曜日ということで、世間はゴールデンウィークということなんですが、はい、このゴールデンウィークの谷間の営業日、今日5月1日、日経平均も2万9000の大台に乗せ、しっかりと乗せて、ドル円相場も137円に突っかける、はい、136円98ぐらいまで、今日ありました。まあ、この背景には、先月4月28日の日銀の金融政策決定会合、はい、植田新日銀総裁の初会合ということで注目されましたが、これを受けて、やはりこれだけ日本株とドル円相場動いたという印象があります。そんなにサプライズだったのかというところに一つ疑問はあるんですが、はい、大規模緩和の維持、ね、どうご覧になりましたか？まあ僕も、こんなに動くんだっていうのは正直ありますよね。まあ一応為替市場が一番動いてたと思うんですけれども、はい、一応 JGB の要は日本の国債金利で見ても、まあ、0.4% に一気に下がったんで、はい、まあ、それを見て、まあ、まあ、海外勢中心に円安で、まあ、2円ぐらい多分、134円から136円ぐらいに一気に、まあ、上田さんがこう喋ってる時にどんどん進んだっていう、そういうイメージですよね。だから、まあ、ドル高でよりも、まあ、円安で反応したと。いうことなので、はい、まあ、正直、まあ、あまりこう政策変更を予想してるエコノミストって、僕が知る限り1人か2人ぐらいしかいなかったので、今回に関しては。まあ、だから、現状維持っていうことが決まった瞬間に、あれだけ動くっていうのは結構びっくりしたっていうことだと思うんですけども、やっぱり、まあ、債券市場の中では、まあ、何らかの修正っていうのが、行われる。あるいは、声明文の中でも分かりやすくその、まあ、正常化に向かって、はい、こう、踏み出すんじゃないかみたいな思惑があったんですよね。まあでもそれがやっぱり裏切られたというか、はい、まあ、そうではなかったんで、まあ、なんか、僕からするとサプライズなかったんですけども、うん、まあ、上田総裁はあまり、まあ、これまでの変わる、要は黒田さんの路線もっと基本的に変わらないっていうことが、まあ、確認された、うん。確認されたんだけど、それが一部の、やっぱりその、正常化をこう、早く、予想していた、あるいは、これって結構その、本当の合理的に予想というよりは、まあ、むしろこう、やや半分願望みたいなのもあって、いや早くこの YCC をやめてほしいと思ってる、はい、前のめりの人たちが、うん、まあ、これは日本の投資家もそうだし、外人の一部では、予想、はい、結構そのエコノミストの中で、その ICC の修正を予想してた、その外資系のエコノミストがいたので、まあ、そのポジショントークに乗って、少しこう、ポジションをこうね、ショート、要は、金利上昇の方にかけていた、うん、はい、人がいたんだけど、それがまあ、外れたっていう、まあ、そういうことかな、というふうに僕は整理してますけど。はい、やるなら初回が一番やりやすいということで、うん、初回に注目するっていう、いや、まあまあね、逆に初回だからできないだろうって言ってる人の方が多かったと思うんですけどもまあやっぱりこう日本のことよく分かってない人がですね、はい、まあそのまああれですよね、一部のエコノミストの言うことを聞いて、まあそれを真に受けちゃってあったっていう部分もあっただろうし、で、まああとはそのやっぱりさっき言ったように、どうしてもこう今の政策が、こう、副作用が大きくて、まあ、要は、債券市場にいる人にとってみると、まあ、都合が悪いとか、なんか、いや、不満が多いわけです。で、その不満がやっぱりその黒田さんが変われば、こう、すぐ解消してくれるんだっていう、まあ、僕からすると、まあ、ちょっと根拠が薄いような期待っていうのがあったんでしょうね。うん、まあ、それが、うん、とりあえずその最初の会合では、まあ、見事に、ほぼこう、打ちのめされたと。打ちのめされたということなんじゃないでしょうかね。はい。はい。基調的インフレ動向が安定的に 2% に達する、まあ、2% を実現するまでは YCC を続けるというコミットメントがあるんだと。うん、これちゃんと記者会見でおっしゃってるので。うん、まあ、それは結構強く言ってましたよね。おっしゃってましたよね。だから、うん。で、僕も一言一句聞いてましたけれども、はい、
結局その債券市場が期待してるのは、まあ、要は問題があるから、この副作 YCC を用ね、で修ね。正する。はい。副作用ね、不正についてももちろんあるというふうにおっしゃってるんだけどそうなんでも、すよね。だけど、要は政策変更って何かっていうと、まあ、本来的なその2%インフレっていうところを、ちゃんとやって、それが、やっぱり、相当確証が得られるまで、要は2%インフレに安定的に達成するっていう状況に、達す、に、に経済状況も含めて改はい。善するまでっていうところは結構強く言っていたとそう思うなんんでですすよよ。ね。はい。だから、そのコミ、え、まあ、それって別にその就任前のからの会見、まあ、お言葉とかから、見れば当たり前なんだけれども、うん。まあ、でもやっぱりいや、そうは言っても黒田さんと違うんだから、実際就任してみれば全然、いや、インフレが心配だとか言い始めるとかっていうふうに、まあ僕も少しは心配してたん不で、安、うん。そういうのもあったんだけど、でもやっぱりそこは、すごく米、なんて言うんでしょう、は黒田路線を、とりあえずは引き継ぐっていうところを重視されていて、その副作用云々でそれ政策変えるっていうのは、まあ相当距離が、やっぱり副作用に配慮するっていう姿勢も、まあ言葉では一応副作用あるっていうのを認めてるけど、い。はい。でも、これは当たり前で、副作用って何なのっていうことなんですよね。うん、で、イールドカーブはもうすでにこうスムーズだっそうたでりすし、ね、それなはい。りにその黒田総裁が最後やられたこと、黒田体制やられたことっていうのは、こうやっぱ効果があるわけですよ。はい。で、別に緩和して、別にそれでね、円安が進んで、デフレ脱却、さらにこうね、強まるんであればいいじゃないかっていう。まあ、それが多分そのシンプルな考えだと思うんですけども、まあ、なかなかね、債券の人とか、メディアとかなんかもう、わけもわからず、なんか、緩和がダメだとか言ってますけど、まあ、植田総裁、まあ、あとそのね、内田、やっぱり内田副総裁っていう方が、まあ、支えて、黒田体制を支えていて、はで、そこからの継続性っていうのが、やっぱり相当こう、まあ、意識されてるし、まあ、継続しなきゃするのが普通だっていう前提で、やっぱり、まあ、この上田新体制が始まったっていう、まあ、そういうことなんじゃないでしょうかね。はい。い。はい。うん。で、その基調的インフレ率が安定的に2%を実現できるのがいつかということが大切になってくるかと思うんですが、今回の展望リポートを見ましても、確かにインフレ率は多少情報修正されてはいるものの、23年度の、まあ、末、それから24年度にはもう2%割っていくとはい。いうことなので、そうですね。で、そうするだとからそ長期化すこる。は、まあね、物価の予想なんで、人にはい。よって結構違うとは思うんですけれども、うん。まあそれは多分、上田総裁の中でも、まあ明言してましたけども、やっぱり2%下回る可能性が高いはい、と、そうですよね。いうはことを言っていて、い。はい。まあそこはね、まあ僕はもうちょっと、もしかしたら、あまり下回らない可能性もあるのかなと思ってるんだけども、それって、やっぱりアメリカとか海外の動向で結構変わってくると思うんで、やっぱりそこをやっぱり意識してると思うんですよね。で、やっぱり日本経済、まあ、強気で見ればね、インバウンドの需要とか、まあ、日本だけのアップサイドはあるんだけども、でもやっぱり、海外経済がやっぱスローダウンして、アメリカがやっぱり風邪ひいてしまえば、それは日本経済下振れになるってくるんで、で、その中でやっぱり、景気はその緩やかな回復で、その2%インフレにね、完全にこう戻るかどうかって、やっぱそこは自信がないっていうことは、結構それはやっぱりもう、率直に、おっはしい。ゃっていたと思うので、で、それはやっぱり、もうちょっとこうデータの蓄積とか、その経済の状況を見ていかないと、やっぱり、この1年後、2年後の、2%のインフレの安定的な実現っていうのが、やっぱり見通せないっていう、そういうことだと思うんですよ。だから、僕も6月、次のね、6月の会合で、まあ、はい。YCC 進出あるかなと思ってたんですけども、まあ、やっぱあのニュアンスからすると、やっぱりこう、よっぽどアメリカの状況をまたこう改善するとか、いう状況じゃなくて、やっぱ下振れリスクがある中では、やっぱりなかなか日本の例えば春闘の賃上げ率とかは相当良くて、はい。賃上げは確か起きてるんだけども、やっぱそれだけでやっぱ決められないっていうことなのかもしれないですね。ですから、もうちょっとこうデータの蓄積が困って、やっぱり今年の後半とか年末にかけて、やっぱりじっくり考えていくっていう、なんかそういう時間軸になってるのかなっていう気がします。はい。
はい。今回は、まあ、フォワードガイダンスの見直しとか、レビューというところにもかなりね、注目が集まったんですが、まあ、総括して考えると、YCC の解除っていうのは、そんなに早期になさそうだっていうふうに、市場が判断したということですね。そうですね。まあ、ちょっとね、まあ、でも、いろいろ、突っ込みどころっていうか、例えばレビューの話あるじゃないですか。やっぱりそのレビューが、やっぱりこう、日経とかでやたらこう、言われてるのも、またこれもちょっと問題というか、要はレビューこれ1年半かけてやるから、で、まあ、それって結局は上田総裁が慎重だよね、とか、レビューしてる間なかなかそれって政策変更しづらいよね、みたいな、まあ、そういうニュアンスもあるわけですよね。まあ、だけど、まあ、それはね、上田総裁自身もはっきり否定していて、要はその政策判断とレビューは全然別物だからっていうことは言ってるんで、まあ、レビューはなんか僕自身何の意味があるんだろうって正直思っていて、まあ、ノイズに過ぎないことに少しマーケットがこうね、マーケット、その要は、上田さん、総裁がそのハト派的で、その慎重だっていうところの、こう、期待を少しこう、過度に 高めてしまってる部分はあるとは思うんですよ。だから、あんまりそこのロジックは関係なくて、やっぱり、さっき大橋さんおっしゃったように、その2%インフレをちゃんとしっかりと、もう物価が下がらないような状況に、経済がこう、1年後、2年後になっていくっていうところの革新度ですね。まあ、それとそのレビュー、ね、25年のレビューとか、まあ、あんま関係ない話なんで、そこは全然切り離して考えてはよくて、なんかこう、今、やっぱりこう、このマーケットの反応もね、ちょっとこう予想外にこちょっとう、跳ねましハトた。派バイアスになってるっていうのは、そのレビューも含めてなんかこう、一方的にこう、何でもこう、緩和が先、あ、緩和し、要は正常化先送りみたいな方にちょっと行き過ぎちゃってるかなっていう気はするので、まあそこはこう、冷静に、何でもこう、この上田さん、ハト派で OK だみたいになってると、いや、それって、お考え変わればすぐ変わるって話だと思うので、あんまりこうね、今のこの円安にこう、一方的についていくっていうのも、まあ、ちょっとこう、行き過ぎかなっていう気はしますけどね。まあ、ドル円相場に関しましては、まあ、この日銀だけが材料ではなくて、今週 FOMC というイベントがありまして、やっぱりアメリカの金利がどうなっていくかというところも、まあ、重要ということなんですが、0.25%の利上げが、まあ、もう8割、9割織り込まれているという、これでいいんでしょうか。まあ、それはいいと思うんですけどね。まあ、利上げスキップって言ってる人も、まあ、わずかにはいますよね。まあ、金融の、あるいはまあ、銀行の話とか出てるんで。まあ、でも、まあ、僕が見る限り、主要なアメリカのエコノミストで、利上げスキップを予想してる人は多分ほとんどいないと思うんです。まあ、一部の人は、だけど、いわゆる、投資銀行系の、エコノミストであと、まあ、ほとんどが利上げで、まあ、利上げ前提で、あとその6月の次回に対して、こう、どういう、要は利上げ打ち止めっていうのを、はっきり示すかどうかっていうところにもう、今、もう焦点が移ってるんで、まあ、利上げ云々はもう多分もう、ほぼダンディールで、要は、まあ、さっきのその日銀でもフォワードガイダンスの話ありましたけども、FRB の中でもその、まあ、さらなるその引き締めが必要が適当だっていうところの文言が、本当に変わるかどうか。で、それで、要は6、あ、これで、最後の利上げだっていうところを、まあ、どこまで明確に打ち出すかどうかっていう、まあ、そこと、あとはそのパウエルさんの記者会見で、それが、どこまではっきり示されるかっていうところですよね。まあ、そこの、見定めかなっていう、見定めて、そこの、なんて言うでしょう、思惑で今なんとなくその、どっちに上に来そうか下に来そうかっていうところを勝負してる、短期的にはですね。まあそういう感じかなっていう気がします。で、まああえて、まあ僕自身の、まあまずその予想で言うと、その、まあこの今回の25ベース、この今週3日判明するので、25ベースの利上げでとりあえず一旦後ろめだと僕は思ってるんですけども、まあ、それはなぜかというと、まあ、これだけまあ、金融のところに、こう、まあ、引き締め効果が出てるんだから、それを見定めるっていうのが、多分まあ、なんか常識的だろうし、その、いろいろ足元の数字が強いとか、そういうのはもちろんあるんだけども、まあ、さすがにそれは、一旦はこれで、まあ、もうドットチャートで見て、その5%超えっていうところまでもう届くので、これで終わり、一旦はこう、終わりだということだと思うんですけども、ただ、その、
今回の FOMC で、いわゆるその完全なその利上げ打ち止めっていうのを明確に示すかどうかっていうところは、やっぱりそれはちょっとやっぱまだわかんないかわなっかんてない。気がするんですはい。ね。はい。うん、だから、別に、利上げバイアスをの相当強く残して、で、6月に決めるっていうのは、まあ、過去のその利上げの打ち止めの局面もあったので、だからその文言がね、はっきり変わらなくたって、それは変わらない可能性も十分僕はあると思うし、やっぱりその今ちょっとこうね、マーケット的に、まあもうなんか、5月で最後でしょっていうところで、結構ま、市場の予想も傾いちゃってると思うんで、うん、だけど、パウエルとしては、基本的にはそれでいいと思ってる、その実際ね、まあ、ブラード以外の、その普通の主流派の人は、まあ、あと1回でいいじゃないかっていうところに傾いてると思うんだけども、でもやっぱり、で、最大の、まだインフレがこの状況で、まあ、5%ですね。簡単にそのね、利上げ打ち止めっていうのをこう明確に、ね、クリアに今示すかっていうよりは、まあ、むしろその選択肢をこうね、まだ、まあ、利上げも可能性十分あり得るっていうところも結構匂わすんじゃないかなっていうふうに思っ旗はて下ろるんでさすなよ。い。あ、うちょっん、と下ろ高さ派ない。的なトーンを残しそう。つつ、だから今のマーケットの期待回避だと若干、うん、高派。に来そうかなっていうふうに思ってます。これはもうすみません。外れたらすみません。まあこれね、3日の、お休みの日の中そうでで、すまあ為ね。替はこれで動くと思いますけれども。まあ、あえて、まあ僕は正直これはもうサイコロ振るような話だと、そのレベルだと思ってるんですけども、まあ、あえてこう勝負するとすると、そっち方向かな。まあ、でも、そのね、別にた、あの、FOMC の声明文で明確じゃなくても、やっぱり6月までの時間軸で見て、まあ景気がまた再加速とかインフレが再加速っていうふうになければ、まあ基本的にはもう利上げ、もうこれで一旦様子見って感じで、僕はもうそれでいいと思ってるんだけども、だけどこの FOMC でそれがね、明確に示されるかどうかは少しその、なんて言うんでしょう、ケアした方がいいかなっていう。読みまああをんまり落とこのすね、要はその優しくなる程度が、優しくなってるんだけど、じゃあもう完全に優しくなるかどうかって、やっぱりそのまだね、6月のところに対して、ここで完璧に、完全にコミットするっていうのも、やっぱり、パウエルとしても、まあそこ、まだそこまで踏み切れないんじゃないかなっていう気がするんで、まあ選択肢を残すような、選択肢って、要はその、打ち止めか、利上げ継続かっていうところを残すような、感じで出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。というのもやっぱり株式市場を見るとすぐ楽観に傾うん。いちゃう。先週もテック企業の決算っていうのは注目されたんですが、マイクロソフトとかメタが良かったっていうのはわかるんですけど、でもこんなに株上がるっていう感じで上がりますよね。今日なんかはファーストリパブリックがやっぱり破綻するっていうニュース入ってきてるんですね。JP モルガンが買収するということで、まあ、預金は保護されるにしても、それでも全然マーケットを揺るがないっていうか、もう、なんでしょうね。強い。まあだからね、利上げ打ち止めプラスでも、経あ済んも OK まり破綻で、にはならないのがいいかなっうん、ていまあう。だけ、で、まあ実際と決算は確かに、まあいつものパターンでこう、事前に下方修正されて、で、まあほぼ、まあビート、要は予想対比上振れっていうのは確かに若干多いのは多いんですけど、でもね、基調的にはもう、EPS でもね、前年比でマイナスになって数パーセントになっているんで、うん、まあその中で、まあこの年初の高値に今いるっていうのは、まあこれはもう、銘柄とか見るともほぼ、要は、ガーファガフ系ァーでが引っ結張っ構てる。説明できるじゃないですか。で、まあ今週まだアップル残ってますけど、うん、だから、おっしゃる通り、いや、メータとマイクロソフトだけでアマゾンは別にね、むしろ結構慎重なそうでトすーンね。だし、まあやっぱりその消費が減速してるからっていう方を織り込んでれば、普通に考えればなんかそんな上がる感じでもないんだけども、やっぱそれはもう、要はフェドがもうピボットしたからっていうところだけだと思先うんですよ。に。で、うん。で、それが、まあ、それは正しいにしても、でもそれって、フェドだってまだね、多分このまますぐ、要はインフレって、もちろん、一番高いところからは下がっているけれども、全然まだ2%インフレには遠いわけなので、うん、だから、そのパターンとして、やっぱりその、利上げ一度目したらすぐ緩和効果だみたいな、そういうフェーズではないっていうことを、まあ、ちょっと株式市場を忘れてるような気がしますよね。
で、まあ、景気、まあ、そこは少し、その、やっぱり、まあ、僕が少し今回の FOMC に少しだけ膠着するのは、まあ、その、今の株の指揮所のおっしゃる通りの楽観が、まあ、やっぱりちょっと危ういなと思っていて、で、フェドもそこを少し、まあ、僕はパウエルさんがそこまでこう気にするかどうかはわからないですけども、マーケットのリアクションとしては、やっぱりちょっとこう、別にセリー名でここから5月売られるかどうかちょっとよくわかんないんだけども、やっぱりちょっとこう、この3月から4月のこの、まあ、この高値をこう簡単に維持して、しかも金利だけで決まってる中で、まあ、ちょっとこう、ファンダメンタルズを見に行くとかっていうところをもう少しこう、今後はあり得るという意味で、やっぱりちょっと楽観的に、短期的には傾いてるんじゃないかなという気がしますね。そうすると、まあ、今後の利上げに含みは、残すというか、ピボットするにしても含みは残す可能性があるので気をつけた方がいいですよっていうことですそうね。ですね。まあ来週ゴールデン明け、ごめんなさいしてるかもしれませんいやけど、いやいや、全然。一応今週の超短期予想ではそのように考はい、ありがえとてうございます。今週も村上直樹さんに伺いました。ご覧いただきありがとうございました。ます。はい。ありがとうございます。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからには、ちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。